はい、皆さんこんにちは、あけしめです。今回はですね、ワンハンドでやるやつなんですけれども、結構難しい方のですね、技法になるんじゃないかなと思います。現にちょっと今失敗しております。はい、すいません。ワンハンドでやるやつなんですけど、左手とか利き手じゃない方はですね、レボリューションカットだったりとかシャリーカットなんですけど、こちらの方もですね、むずいってよー、手ベトベト。はい、こんな感じの動きでございますね。右手だけやると難しいです。でもいろんなコンボの締めだったりとか、いろんな途中のやつにもですね、使えるので、ぜひですね、難しいとは思いますけれども、ぜひですね、やってみましょう。でも手が小さいとやりづらいんですけども、手が小さい僕でもですね、だいぶ練習したらできるようになりましたので、ぜひ頑張ってやってみましょう。ということで解説でいきましょう。ピュッ、本当にむずいよ今回は。はいはい、今回はこれでございます。すごい難しいんですけど、結構慣れるとですね、楽しいんですよ。いろんなコンボにもできるので、いきましょう。むず楽しい。はいよ。僕は右利きなので、普段はですね、左手でシャーリーカットとかやっているので、今回覚えるのはですね、右利きの方は右手でやるのを覚えてみてください。で、量はですね、半分半分っていう感じですね。どうしても手がちっちゃかったりとか難しいなって感じたら3分の1とか、ちょっと量を調整してですね、ご自身のやりやすい量をやってみてください。はい、右手だけやってみます。まずですね、こんな感じですね、ポジショニングしていただいたら、人差し指で半分ぐらい分けます。で、下までこんな感じで持ってきたらですね、親指と中指で持っているこのパケットをですね、気持ち上にこう引き上げます。と同時に人差し指でこのパケットも押してあげてください。そしてこのようなポジションまで持ってきたら、人差し指をですね、目いっぱいここまで伸ばします。ぐーっと、こんな感じでございますね。はい、ポジショニングになるかなと思います。最初は指つって痛いよこれ。はい、他分けます。ふっと持ってきたら、ここまで持ってきて、人差し指で思いっきりビューっと、こんな感じのポジションまで持ってきてください。はい、こんな感じね、指のポジション。そしたらですね、この親指と中指、あと人差し指ちょっと支えてるこのパケットをですね、に、落とすというか、倒すみたいな感じですね。親指を使ってポンと倒します。人差し指と親指で今握っている状態になっているので、親指を奥にぐーっとやりながら、人差し指も回転させてあげると、こんな感じになりますね。スローめっちゃむずい。さあ、左のパケットをですね、中指、薬指、小指を使ってうまく調整して、左にもやりながら、こんな感じのポジションを持っていくんですけど、これスローむず。逆三角形みたいな感じになるんですね、最終的には。そしたら、ぐーっとここまで持ってきて、人差し指と親指で持っているこのパケット、と回転させて、ここのポジションまで持ってくるっていう感じですね。今このような感じでパケットを支えております。ここまでできたかな、難しいと思いますが、はい。でその時にですね、左手はシャリーカットとかレボリューションカットをして、このポジションに持ってったら、こちらのパケットをここに投げるっていうですね、クローズをします。ポンみたいな感じでございますね。これが一つのクローズです。はい、これをですね、右手だけやるって感じです。で、左手はシャーリーカットだったりとかレボリューションカットをしてる間にピューッと持ってきてくるん、あらららら、スローむずいか、分けます。左手はシャーリーカットではこんな感じのポジションにしたら、今度はですね、2個目のクローズの仕方はこのようになったら、投げるのではなくて、このパケットをパタッと倒します。で、また左手パタッと倒して、これをポンと乗っけるっていう、これがクローズの2個目でございますね。アイディアみたいな感じでございます。ここまで持ってきたら、1回レボリューションカットでくるんとやって、このポジションにして投げる、もしくはパタリパタリパタリみたいな感じでございますね。はい、はい、もう少しで近くでお見せすると負けます。人差し指でここまで持ってきたら、この人差し指の背中を使ってぐーっとここまで押します。こんな感じですね。はい、この時点で結構痛いです。それではこのパケットをですね、倒して親指人差し指で回転させてあげる。で、左手のパケットは中指薬指で調整ですね。はい、このようなポジションに持ってきてください。で、あとはですね、小指と薬指を使ってパタッとこっちに閉じるっていうのもありかなと思いますね。左手と同じ感じでリンクさせるっていう感じです、動きを。そういうコンボもあります。いける。ここまで来たら、左手は
右側、左手はダイヤのキングのパケットを右に倒す、それと同時に左手も倒す、でクローズみたいな感じでございますかね。はい、難しい。少し激ムズ。はい、ではこちら側からも解説していきます。多分こっちの見え方もだいぶ変わると思いますので、右手だけやってみると、人差し指、背を使ってパケットをぐーっとここまで押していきます。こんな感じでございますね。そしたら親指と人差し指で挟んで、こんな感じですね。でぐるーっと回転させてここまで持ってくるという感じでございますね。これ僕最初ねライブ練習したんですけども、結構ね後半は感覚なのかなと思った感じですね。指の位置だったりとか結構その本当に僕手もちっちゃいので、人によって指のポジションが結構変わるんじゃないかなと思いますので、反復練習あるのみかなと思います。なので僕のこの指の位置が 100% 正しいとは限らないので、ご自身でぜひ研究をしてみていただければなと思います。こんな感じになりますね。でパターン、あ、引っ越したパターンで、このパケットを投げてあげるという感じでございますね。うん、難しいよ、わかる。無理じゃねえって今思ってるでしょ。はい、できるなんだな、これが。練習できれば、練習すれば。はい、諦めないのが一番です。ベト付きやっべ。こちらの角度からもお見せいたします。で、人差し、グーッと押してきます。こんな感じですね。このように回転させて逆三角形まで持ってくるという感じでございますね。でシャリカットして、ここにパタリパタリ投げる、こんな感じでございます。はい、で今回はこれを基礎にですね、まあ、4つをコンボがあるんですけども、まず1個目が最初のこのパタリパタリパタリ、これが1個目でございます。で2個目がここですね、押したら投げてクローズ、これが2個目で、3個目がですね、まあ、このポジションを作ったら、このポジションになったら、このスペードの8の部分を倒すと同時に、こちらのクラブの8の部分も同時に倒す、でクローズする、これが3つ目ですね。で4つ目もあるんですけど、4つ目が多分一番難しいかなと思います。まあ、途中まではスタンダードのやつと同じなんですけど、このパターン、ここ、ちょっとなんだこれ、ここまで一緒です。そしたらこのパケットをですね、デックフリップをしてここに乗っけるんですよね。こんな感じで、ああ今回転しすぎちゃった。でパターンってやるやつなんですけども、ちょっと今回転が1個多かったね。はい、まあ、この4つが大まかにあるかなと思います。まあ、もっと探せばいっぱいあったりとか、自分でも作れると思います。はいはい、ベトベトやばい。ここまで、ちょっとここまで来たらポンポンで、こんな感じで投げてあげると、こんな感じですね。フリップじゃないや、デックフリップですね。投げてあげて、このまままたポンってやってもいいし、パチンって閉じて、また半回転デックフリップやってもいいみたいな感じでございますね。まあ、クローズはいろいろでございます。普通の速度で成功したいんだが、ベトベトがやばいよ。なんかこんな感じかな。はい、もっとうまくいくと思う、動画外だったら。はい、言い訳じゃないよ、本当にね手ベトベトなの、この季節本当嫌なの、信じてくれ。相手も暑いしね、うん、部屋も密室で撮ってるんで、今日はクーラーもなしです。分かってくれる人だけ分かってくればいいや。はーい、はい、ということで今回はだいぶ難しいですね、ワンハンドのこちらまで持ってくるカーディストリーのご紹介でございました。まあ、でき難しいんですけど、できたら結構いろんなですねコンボを作れたりするので楽しいですね。もうねトランプはベトベトですね、いろいろついてくるんだよね、あの余分なやつがね。だからほんとやりづらい。よいしょ。で、ちなみにですね、これ結構薄いデックなんですけど、ほんと手が小さい方はこういう感じで薄いデックを使うと、幾分やりやすいかなと思います。で、分厚いデックだったりとか、ちょっとおすすめしないかな。あと、ちょっとサラサラすぎたりとか、開けたてのデックも、ちょっと推奨しません。はい。なんかいろんなところにギリギリ残っておりますな。はい。もうね、モーニングスターが一瞬でくっつくんですよ、もう。それぐらい今、ベットベトなの、指数は。もうやばいでしょ。こんだけ振っても全然落ちないんだもん。うん、めっちゃくっついてるでしょ。はい。マスターとか結構いいかもしれないね。薄めのデックなので、結構やりやすいかなと思います。と思ったら落ちました。はい。シュビシュビ。
でもこれやりやすかった、さっきやったら、はい、動画外でやったらやりやすかったです。はい、あとアブソリュートとかも良かったかもね。はい、薄めでなんかちょっと滑りが悪そうなトランプですね。ただ掃除でやりやすかったのはこのカーディストのともやさんという方が作ったウェルカムバッグっていうですねトランプ、まあ、薄いし、このトランプすごい好きなんですよ。ウェルカムバッグ合ってるよね、こういうトランプなんですけれども、このトランプめちゃめちゃ好きでですね、質問なんかね、全てが僕にとってはかなりちょうど良くていいデックなんですよ。はい、もっと欲しい。はい、他のフラリッシュもね、もうなんだろうな、結構全体的にすごく質がいいトランプなので、まあ薄いデックが好きな方はこのデックは多分ほぼ100で当たるんじゃないかなっていう感じでございますね。はい、なんかいきなりデックの紹介でしたが、はい、薄いデック推奨ってことです。はい、はい、ということで長くなってしまいましたが、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。最近の中では結構トップクラスに難しいカーディストリーだと思いますので、ぜひですね動画反復で見ていただいて、自分の指の位置だったりとか研究していただいてですね、ぜひ身にしているような感じだったよ、ぜひ身につけていただければなと思いますので頑張ってみてください。あとここの指の位置がちょっと分かりにくいとかありましたらコメントなどいただければですね変えさせていただきますので、ぜひコメントなんかも気軽にしていただければと思います。うん、やっぱ手が小さいっていうのが嫌だ。そこにつける。まあでもできるようになったんで頑張りましょう皆さんもね。はい、ということで、もしよろしかったら高評価または低評価の方よろしくお願いいたします。はい、ということでまた次回のカーディストリーでお会いいたしましょう。バイバイ。落ちたん、ちょこ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 ちょカーディストリーライフを楽しんでおりますか。はい、もうベタベタすぎてですね、まあ特に、まあ、撮影時だけなんだけどね、こんなにもう嫌なのは。はい、こんな感じでもうダメだ。楽しんでいるのかコメントいただければなと思います。皆さんの参考にもなると思いますので、ぜひよろしくお願いします。ということでバイバイ。はい、全然ほんとなんか使っていけばいくほどほんとベトベトになりますからね、その時のね温度湿度を吸収しちゃいますので。はい、バイバイ。もうすごいいいデックなのにベトベトになってしまった。ジャックです。